はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、高橋みともです。今回の動画ですけども、ポケモンの2019の、14話から19話ぐらいのお話をいたします。でございます。僕の人が見た感じ、ざっくり言わせてください。スケールが多かったっていう話でした。終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。